いや東京は行きづらいよ <laughs> どうしたの、わらわらぶっ <laughs>、ぶ物価が高いことあったのかい <laughs> 物価が高すぎる、税金もたくさん持ってかれる悲しいふかねーほんとどうなってんだよ頑張って働いてるから税金もらわれるんだよえらいぞ えこれもしかしてサンちゃんからのヨシヨシあるかそれはない, <laughs> ないかー。膝枕よ膝枕ヨシヨシまでは考えたんだけどな。なかったか。妹的に無理だからう<ー>ん <laughs> 確かに<妹>。<laughs> 確かに妹妹、妹にされてる側もちょっと結構あれか、良くないか。 絵的にエモートあ,あエモートわらわら変なプレイ、始めるのやめてよ <laughs> いやいやいや全然変なプレイじゃないよ、これに関してはもう全国の男子がねやっぱその彼女とかにしてもらいたいことを割と上位に入ってくるんじゃない膝枕は膝枕が入ってくるの ええ、じゃない。いや、わかんない。どうなんだろう。ろそうなんだ。ええー。いや、わかんない。でも、膝、でも、膝枕されたら、恥ずかしいな。<laughs> シンプルに。サンダー爆笑中。<笑><笑><笑>いや、でも、多分、さんちゃんの膝枕は。相当気持ちいいんだろうなと思っております。もふもふ。ってことだよね。もふもふ、そう。 いるじゃんモスモスの子あなたのお家にはハチ <laughs> くんねんいくんにはかわいいかわいい天使がいるんですようちにもかわいいねマジでかわいいいやおなんかもうずっと見てられるもんな正直顔が天才すぎていやーついに始まってしまったね今日初めての何か 共同作業まあこれからは結構わらわらしていくことにはなると思うんだけどこれが第一歩目かマロさんとそうんこれからが第一歩目かなこかかな結構前から一緒にやかなあ,、まあ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 一緒にはやってきたんだけど初めてそのなんつうの、うん、そのうーんパートナーとしてうーん

あのー、あれ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 れれれれあれあれれ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 れあ、ロケットサンダーあロケットサンダーロケットサンダー爆笑中<笑>ちょっとサンちゃんちょっとサンちゃんのことちょっと思い思いすぎたあまり出てしまったなこれ完全にマロ君何取引しないかえ、なに急に きゅうり取引なになになにうん、うん、ちょっと戻ったら取引しようあ,あ、いいよいいよいいよまくん、今、ダイヤ、持ってるははは、え、<laughs> <laughs> ダイヤあるようんうんえ、どうしたどれぐらい持ってる大丈夫ちょっとダイヤの話すると俺結構シビアになっちゃうけど大丈夫大丈夫 うーん、ちょっとあのいついつも見せてない部分が見えちゃうけどいいよダイはどれぐらい,そういうどれぐらいあいや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 サンちゃんの方が大事に決まってるよマルくん <laughs> えなんだいお証拠を残したことがあっハハハハ それかー買いい取らないかね<笑><笑>えちょっと待ってそえ、それは買い取らなかったら消えで突きつけられるってことですかもしかして。もちろんそうです。ははははちょっとこれ見た、これ見てください、これ3歳児が脅迫っていうひど,ひどい方法 <laughs> <laughs> 覚えてます、これ。<laughs> これ誰だ、親ほんとに。どうするどうする。親の顔が見てみたいな。ちょっと、あ、じゃあ、<laughs> どうしようか。 いやーじゃあ、ちょ、ちょ、ち,ょち,ょちなみに、それほ、ほん,、うん、ほんと、ほに、それ、本物かどうか、ちょっと見せてください。今はとダメじゃんあー、いや、あのお、置いてくれれば。はい。中身見て。見てはい。あ<ー>、なるほどね。あー、ロケ話しるか。これ、間違いなく俺のだね。はいはいはい。そうでしょ <laughs> くぅー、そっかー。これ、でも、取引しないと。 いやこれ2代目ロケ花くんいるんだよねこれ見てこうさんちゃんしかもこれ名前かわいいんだよこれこれ見ていいロケロンかわ <laughs>、はいいいやーごめんなお前今までちょっといろいろと苦労ご苦労だったありがとうちょっとじゃあさんちゃん <laughs> これで頼むこれでどうだこれでどうだ <laughs> よかろう ハハハハハん、くそまあ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 これで警察にまあね突き詰められることがないのであればまあこれでかいここはでかいありがとう今俺今サンちゃんにさあげたけどあげたけどでもまあどうせ共有財産みたいなもんやからまあ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 実質無料みたいなところだよねわらわら まあこれからのことを考えるとまあやっぱダイヤはお互いねやっぱちゃんとしっかり見ながら使わないといけないから共有財産ですからダイヤはお金は大事だよねそうお金は大事まあやっぱり結婚したらねやっぱ友達関係でもいやそうそうそうお金の貸し借りは貸し借りは良くないそうお金の貸し借りは縁の切れ目って言うからねダメですよ皆さん絶対そうなんだよ これはねあのね小さい頃からめっちゃ母親に言われてたダメだからねいいお母さんだねいやマジでいいお母さんで、実際ね大人になってね、うん、周りの人の話を聞くとあ本当にお金の貸し借りってダメなんやって学んだ皆さん気をつけてくださいそんんななお母さんになりたい、うん、<laughs> え俺今ママ募集してる <laughs> え ww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  <laughs> <laughs> もう一回てえ,え、なになになに俺な,なんかおかしいなこと言ったちょっと理解が追いつかなかったあなんか今、俺お,おかしいなこと言った俺お,おかしかったパパ活、みたいなもんってこと、うん、あいやまあ普通になんか、さんちゃんがママになりたいっつってたから俺ママ募集してるよってサンダー爆笑中やばすぎるよ、<laughs> さすがに <laughs> 全然何もマジで俺も何も考えずに喋ってるから <laughs> 深い深い日とかマジで何もないっていう <laughs> やっぱり面白いなくんえ、どう今僕の隣空いてますよ遠慮しておきます <laughs> 遠慮されました悔やちかなちああいやいや懐かしい あそっかそう、春日さんに言っちゃったか。あれ、さちゃんあれああ、よかった、よ,よかった、よかった。よかったやばい。一瞬、ヨガを入れようと同時だったから、一瞬、夜逃げされちゃったかと思っちゃった。バ安になっちゃった。わらわら。<laughs> 大丈夫だよ。よか,よかった、よかった。早、焦っちゃった、今一瞬。待って、怖い。 待って,う待って,うてう、うちのって、てうちちの、の見こめっちゃ可愛いんやけどこれちゃんとさごめんちょっと遠いところにいるねピンクのさおらおらねっピンクの羊毛を使えばいいのにさ俺が用意したさあのピンクのあの魚にいたさ使ってちょっと待ってうちの夢可愛すぎるんだがちょっと待ってえなになになに,なに誰のこと言ってる お、お、嫁のこと話してる奥さんいたんだうんいたよそっかそっかいや、いたよじゃなくて、いる <laughs> 早くお家に帰んなようん。いや、ちょっと今、俺今、その、お嫁さんの帰宅待ちサンサイと遊んでる場合じゃないいや、今ね、だから、その、嫁、嫁さんの今、俺、あの、帰宅待ち 三 <laughs> 代で大丈夫かな。あまあ大丈夫じゃん。子供だから一ちゃん許される。気合で、うんまあまあほ気合でなんとかなる。そうだよね。うんそういうのは、まう、あ、やっぱ愛の力はね。奥さんからしたら子供なんて対象外だから。<laughs> 遊んでても大丈夫だね。許されます。はい。 っ <laughs> て言って浮気がバレて子供がいるのにどうのこうのってなってじゃあまあごめんやけどちょっと示談金でどうにかしてくれへんかっていう風になってお互いなんか弁護士でやりとりを通じるようになってやめなさいもうやめなさい将ましたうん。<laughs> わらわら 将来像が暗すぎたそんな悪いことばかりじゃないと信じたい <laughs> そんな悪いことばかりじゃないまだ夢を見させてくれ <laughs>、うん、<laughs> いやいや大丈夫大丈夫わ,らわら全然夢でも何でもないから <laughs> そっちの方が珍しいんじゃないかそっかちょっとピンク取ってきますわ待て待て なんだいあるぞあるマジで作れるマジか何個だろうな何個でいけるかなあれ一スタックあげるよいやあ,ありがてー,ー,がてーマジありがてーてんさんちゃんできる助手だからないやできる嫁やなそれは勘違いははははこれは勘違いか良い嫁が来るといいね いやね、なんかある？さんちゃん、そのいい嫁のその見分け方みたいな。うんうん。三代に聞くのサンダー爆笑中。うん、ユーチューバー。やっいやじゃあなんかささんちゃんに聞いておきたい。マルくんのこと大好きな人だったら。ああ、まあまあ,まあ、まあ。悪いようにはしないんじゃないか。まあ確かに。 まあそこだよね結局まあそこそうなりますかな、ね、いやーなかなかいないでら自分磨きなるほど俺も自分磨きをしなければならないわかんないけどいやー3歳だから <laughs> いやちょっとねでも 3, 3歳ながらにして結構革新的なところを多分言ってくれてたと思うそっか うん。ならよかったよ。いやちょっとね助かりました。まあ、好きな人を見つけてね行けばいいってことやからね無言にならないでよ。はは笑わら,わら。<laughs> ちょっと, <laughs> ょっとこ,この議題についてちょっと深く考える必要がああ,あったかなと思って。 ちょっと自分なりちょっと服く考えてしまいました。なるほどちょっともうそろそろ俺も考えないといけない年なのかなの。何にもアイディアかな考えないといけないのかな。いや、もうだってもう年が年だからない。まだいいいいんんじゃないか遊んでたらいやー、そうなのかなー。もうみんな、もう周り結婚ラッシュよ。確かに。 え、20年5歳はね。もうちょうどみんな結婚らしい。その年頃で一回来るよね。いや、来る。来る来るね。来るよね。来るね。今の言い方的になんか1回経験したかのような言い方みたいな感じ。味付けがして今サ <laughs> ンダー爆笑中<笑>そう。でも俺一瞬おい大。大丈夫かって思いながら。今 <laughs> もう喋らない。 <laughs> いやでもまあよく聞く話だからねお母さんとか、ね、そうなんだよ、うん、そうそう,そう体験してなくても全然よく聞く話ですからこういう話ってですよみ違みんな勘違いしないでくださいね、うん、本当にもう困るんだからもう傷が深くなるからやめて。 あ、すいませんサンダー爆笑中もう黙っておきます楽しいね <laughs> いやー完璧よこれ見てよこれこっちもちっね嫁の顔かわいいしてで嫁というのはなんだっけえー、おむこさんおむこさんの顔がこちらにあります花びら二人で飾っててもうこれ もう結婚してますやんサンダー。爆笑中<笑>え、ちょっとサンちゃん正面から。え、で、そっち、それでこちらちょっと来てください。こう、こちらがね、まぁ、あ、今回のちょっとまぁメインになるんですけど、まずこちら。見てください、皆さん。こちらの顔。メインだったのはい。こちらになんとかわいいサンちゃんがいます。<laughs> そして、この上にはね、皆さんね、あの、花びらの、これ、何に見えてるんでしょうかこれ、皆さんには。僕には、ウェディング姿のサンチャに見えてます。え、そしてですね。え、そしてですね。皆さん、あの、こっち、こちらをメインです。皆さん。すいません。皆さん、こちらを早く、殺される前に。見て、見てください。こちらなんと、僕が、います。そして、この上に見える、腹、 花びらの、これは、何のこれもしかして。ウェディングマロです、これは。つまり。つまり皆さん、この、この家はですね。この家は、この家は、僕とサンちゃんの、愛の巣窟です。おい、へへうおい、ははは。おい、ははは。

もうこれ、あれでもサンちゃん一緒に作っちゃったから、ちょっと今度、あれだね、挨拶の手紙みんなに出しに行かないといけないね。あの、この度は、あのサンちゃんと二人でシェアハウス始めましたっていう、ちょっと挨拶の手紙出さないといけないね、これ。やいや、でももう作っちゃったから。もう、サンちゃん。それはどうなんだろうれこれ、これ、言い逃れできない、これ。だって、これサンちゃん、これ、右、右折れでしょこれ、右折れでしょ で、これ、花束のやつ、これ、上、つけておきます。ね、で、これ、左、これ、左見て。これ、左見て。はい。これ、ほら、はい。これ、サンちゃんだよね。あ、なるほどなー。はいはいはい。ちょっと、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 ちょうか。ちょじゃああ、あやめてやめて、サン<あ>ちゃんそ、それを、それを、放すんだ そんな、そんな物騒なものはしまうんだあ、ちょっちょ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 ち,ょちょ <laughs> やばいやばい、もう一回もう一回もう一回 <laughs> 危ね危ね <laughs> あばばばばあばば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 ばまあいやいや、そんなことない、ごめんねちょっと、それは俺がちょっと言い過ぎたわこれはまあただ二人で作る。いいえ、そうそうそうね、可愛い,い家だからねと、時折ね、来てくれれば全然いいからうん、うん、この動画が良かったと思ったら チャンネル登録と高評価お願いします坂井サンダー切り抜き隊また見てねそれではみんなバイビー